とは命がなくなること、生命がなくなること、生命が存在しない状態、機能を果たさないこと、役に立たないこと。ただし何をもって人間の死とするのか、その判定や定義は文化、時代、分野などにより様々である。一般は命がないとされる状態になったが再び生きている状態に戻った場合、途中の死とされた状態を 歌詞や歌詞状態、臨死状態という。伝統的に宗教、哲学、神学が死を扱ってきた。近年では、思生学、法学、法医学、生物学等々も死に関係している。死の後ろに様々な言葉をつなげ、様々なニュアンスを表現している。例えば、死亡、死去、死没などがある。どのような状態になったことを、 死とするのかということについては、各地域の文化的伝統、一人一人の心情、医療、法制度、倫理的観点などが、相互に対立したり影響し合ったりしており、複雑な様相を呈している。領域ごとに異なった見解があり、また一つの領域でも様々な見解が対立している。例えば今仮に医学的な見解一つに着目してみた場合でも、そこには、 様々な見解があり得る。養老岳氏は次のように指摘した。生死の境目というのがどこかにきちんとあると思われているかもしれません。そして医者ならばそれがわかるはずだと思われているかもしれません。しかし、この定義は非常に難しいのです。というのも、生きているという状態の定義ができないと、この境目も定義できません。嘘のように思われるかもしれませんが、その定義は、 実はきちんとできていない。ここではまず、多くの人々が取ってきた見解を中心に、様々な見解を説明していく。前述のように実際には医師にとっても、生と死の境目は、はっきりしているわけではない。ただ、言葉として、生死という言葉があり、用いられている以上、間に、切れ目があるという前提が置かれてしまっており、また、社会の制度としては、どういう形にせよ。 切れ目を決めることを求められることになり、実態とは関係なく、法律というものは言葉で組み立てられているので、死を規定することが可能で、死亡診断書の死亡時刻欄に何らかの時刻を書くことで、この時点から死だとすることに決められている。よって医師は死亡診断書の死亡時刻欄を空欄にしておくことは許されず、それによって死の瞬間が決定される。しかし、これは、 言葉の上で決めたに過ぎず、実態としての死の瞬間とは別のものである。ほとんどの国では、人の死は医師による死亡診断書、場合によっては死体検案書によって法的な死とする。なお、日本では死亡診断書は、医師だけでなく、死回死も作成できるが、死体検案書については、医師のみである。医師に死亡を宣告された後、生き返った人々の逸話が多くある。 イギリスのビクトリア時代のそのような逸話では、ある者は防腐処理を始めた時に、ある者は死の数日後に棺の中で意識を回復するなどして動き回ったりする。当時のイギリスでは、このような早すぎた埋葬を脅迫観念的に恐れるようになる人がいた。同時代以前には、ペストなどの伝染病流行時に感染を恐れてずさんな検視がしばしばあったとされ、これが、 死者復活の伝承となったと考える者も,もいる。これらは、その当時の検視技術が完全ではなく、ショック状態における体温の急激な低下や、呼吸量の著しい減少、あるいは血圧低下による脈の微弱な状態を死亡と、誤って判定したケースや、一時的な心肺停止後に、偶発的に心臓の鼓動が正常に戻るなどして、生き返ったとみなされたのだろう。 このため近代的な検視では最初のチェックから一定時間後に生命の兆候がないかを再確認するようになっている。検視技術の発達以前における土葬ではこのように生きているにもかかわらず埋葬される可能性は誰にでもあり、またそれらの可能性は大変な恐怖を伴った。そのため発明家たちは被埋葬者の状態を考えに伝える方法を発明した。 地表にはベルと旗があり、それが管内に紐でつながっていた。棺の蓋には金槌や滑車装置で壊せるガラスの仕切りがあった。しかしこれは気休めでしかなく、この滑車装置が棺にかけられた土のため機能し得ず、棺を破壊したところで割れたガラスと土が被埋装車の顔を覆うことになる。風による 人口100万あたり死者数10544598459955165517628962968356836791679178728872994049450 4 3 3 1 4 3 4千2 2 3十2 2 3 4 1 7 1 4 1世界においては1日あたりおおよそ15万人が死を迎えるがそのうちに3は高齢による加齢関連が死因である先進国になるとその割合は高く90%ほどが加齢関連である日本における月別死亡数の割合 日本では、近年では、冬に死亡する例が多く、それ以外の時期の死亡数は比較的少ない。暖房、冷房が普及していなかった、明治時代には冬と夏に2つの死亡のピークが認められる。人間が死に至る原因を死因という。直接的に死亡につながった原因のことを直接死因と言い,い、直接死因を招いた原因を原死因という。 死亡診断書での死因の分類では次のようになっている。子宮内の胎児が死亡した状態で生まれることを主体検案書では自然死産や人工死産と分類する。厳密には胎児そのものの死因を表すものではないが、胎児が死亡した際に用いられる。なお病死に関しては近年の日本では、がん心疾患、肺炎が三大要因となっている。 2018年では、がん、新疾患、老衰が上位3つを占めており、異後の血管障害、肺炎、不慮の事故と続く。南北戦争での南軍病の死体死に至った場合、生物体は次第に崩壊に至る。これは主として2つの作用による。原則として、単細胞生物には寿命による死という概念がない。多細胞生物はテロメアによって、 細胞の分裂回数が制限されており、分裂回数の限界が老化をもたらすが、真核単細胞生物は、例外なく、テロメラーゼによって、テロメアを修復することで、無限に増えることができる。単細胞生物に寿命なるものを探そうとしても、ゾウリムシの分裂制限ぐらいしか挙げられない。ゾウリムシを人為的に一個体ずつに隔離することを繰り返して、 自家生殖もしくは接合を行わせないよう注意深く飼育したところ350回程度の細胞分裂の後に死を迎える。これはゾウリムシは自家生殖もしくは接合による核の融合がテロメラーゼを働かせるスイッチになっているからである。ゆえに自然界で寿命を迎えることはありえないと言って良い。多細胞生物では細胞、組織、 個体の死は区別される。細胞死通常の細胞機能は、不可欠な細胞代謝のために必要なエネルギーと、酵素と、構造タンパク質の生産、細胞の科学的及び浸透的向上性の維持、などを含む。通常に機能している細胞は、酸素、リン酸塩、カルシウム、水素、炭素、窒素、硫黄、栄養的な基質、ATP などを摂取する必要があり、 また無傷の細胞膜と酸素を消費する普遍の活動も必要とする。これらの要素のうちどれが遮られても細胞死は起こり得る。死後の遺体の変化、レンブラント、ニコラス・トゥルプ博士の解剖学講義死後に人体に起こる変化を死後変化という。まず、心拍が停止した時点を死亡時間とし、その後見られる現象は以下の通りである。 死亡後に見られる明らかな変化の多くは血流の停止によってもたらされる。まず、体表温度が速やかに室温に近づいていく。死後、体心温度は体表温度と異なり、緩やかに気温に近づく。多くの場合、気温は体温により低いため低下する。体温の低下速度は死亡時の体温や死体の大きさ、環境や着衣など、 いくつかの要因によって変化する。周囲の湿度が低い場合、指先、微線等の都部位から、速やかに乾燥し皮膚の収縮が見られ、ミイラ化が始まる。生理学的には、血流停止後、酸素の供給が途絶えた全身の細胞のうち、神経細胞などの脆弱な細胞から、 数分以内に不可逆的な変化が始まり、最後に筋繊維などの一番即決に強い細胞が死滅する。末梢の上皮など血液以外から酸素を得られる細胞では、血流の停止による水分の不足、乾燥、電解質の異常などを原因に、細胞死が始まる。乾燥から免れ、周囲の空気から何とか酸素が供給されている場合、 毛根などの細胞はしばらく生存する可能性もあるが、死体の髭や髪が伸びると言われる場合、多くは表皮の乾燥による収縮のため、毛髪がより露出して見えることによる錯覚であるとも言われている。また、瞬きが行われないため、角膜の乾燥、角膜の細胞子によるタンパ白の変成による白濁が速やかに進行する。 死体が腐敗するより前に死後硬直が始まる。死体硬直の発現までの時間と、その持続期間は、死亡時の筋肉の温度と気温に影響を受ける。死体硬直は、通常、死の2から4時間後に始まり、筋肉はこの過程で、筋原線以内にある ATP の減少と、乳酸アシドーシスのため、徐々にこわばっていく。 死後9から12時間経過すると、筋言繊維の機能が失われるため死体硬直は解除される。死後硬直中に多動的に関節を屈伸させると死後硬直は解除される。また気温が十分に高ければ、死体硬直は起こらない。過死状態から医学処置などで蘇生した人の4から18%が過死体験の状態で体験した出来事を報告する。つまり、 医師などによって死亡したと判定されたのに、時間を経て、再び生き返る人がいる。別の言い方をするなら、仮死状態から生き返る人である。故に、臨死体験と呼ばれている。有志以来、臨死体験をした人々が多くいたようであり、西洋でも東洋でも類似の内容が様々な文献に記録されているという。ハーバードで宗教学の講義を担当するキャロルザレスキーは、 中世の文献は臨死体験の記述で溢れていると指摘した。また、日本でも、混弱物語、宇治周囲物語、不相物語、日本王上国落期などに臨死体験そっくりの記述があるという。近年では、医学技術により停止した心臓の拍動や呼吸を再び開始させることも可能になったため、死の淵から生還する人の数は過去に比べて増えている。 臨死体験の研究というのは、欧米では、地質学者のアルベルトハイムが、登山人の事故で自身が臨死体験したことをきっかけに行い1892年に発表し宣伝をつけ、その後1910年代1920年代に、数名により研究が発表されたが一旦途絶え、1975年に、キューブラーロストレーモンドムーディという医師が、相次いで著書を出版したことで、 再び注目されるようになった。1982年には、やはり医師のマイクル・セイボムも調査結果を出版した。人は死に望んで、まばゆいばかりの光、美しい景色などを見たり、この世を去って、久しい身内などが現れたりするという。自分が宙に浮き上がり、その後に肉体の中に戻ってきたことを思い出すこともあるという。臨死体験は様々に解釈されている。 スピリチュアルな解釈と唯物論的解釈があり、医師や科学者の間でも解釈は分かれている。古代ギリシアのプラトンは哲学をメリティサナトゥルとみなし、魂の永遠性を信じて平然と死ぬことができるように心の訓練をすることが哲学をすることであるとした。ドイツの哲学者マルティン・ハイデッカーは主張、存在と時間において 人間の存在様式の哲学的概念として、自身の現存在という特徴的用語を用いて、死は現存在が自己に先んじてそれに関わるものとし、現存在を死に関わる存在と規定する。また、平均的日常性イコール人の世に対落している現存在は死に対する非本来的存在様式であるとし、実存の目覚めとしての本来性への立ち返りのために、 先回りして死に近づく、覚悟性の必要を解く。ハイデッカーの死についての考察は、デンマークの哲学者セイレン・キルケゴールの実存思想、ロシアの小説家、ヒョードルドストエフスキーの作品などに依拠しており、戦後の日本の哲学者にも強い痕跡を残している。オーストリア出身で、ハイデッカーと同時代の哲学者、ルートビヒ・ウィトゲンシュタインは、 第一次世界大戦の残酷戦に一兵卒として参戦中に著述した論理哲学論考において死は生の出来事ではない。人は死を体験することができないとする。また、永遠とは無限の時間持続ではなく無時間性のことであるならば現在を生きる者は永遠を生きるとし、我らの生に終わりはない。我らの視野に限りはないのと同じようにと結ぶ。続いて、 ビットゲンシュタインは6.4312において人間の魂の時間的な意味での不死がそれだけでは我々のいわゆる人生の謎を解くための助けにならないことを指摘する。哲学者の柏山金四郎は哲学概説において人間の本質的な特性として死を自覚する存在であることを挙げ死を知ることがなければ 人間はこれほど楽なことはないという趣旨の言葉を述べている。人間が他の生物と異なる一つの特徴は人間はすべてやがて死ぬということを知っていることだとも言う。事故が死ぬことを知っているがゆえに人間の哲学的営みは始まるのだともされる。死を知ることは哲学への契機でもあり、また宗教への契機でもある。一般に人は生の意味を問いかけるのと同様に、 死の意味をどのように受け止めるか受け入れるか一生をかけて問いかけ続けているとも言える。また、哲学者、三木清は死は観念である。として、生や病気と対比的に扱いながら思想を展開している。我々は世間的日常性において誕生をもって生の始まり、死をもって生の終わりとみなす。しかし、我々は実存的地平においては、 自らの誕生を体験することはなく、我々の生はすでに始まってしまっているものとしてそれぞれ個人の眼前に立ち現れる。これを裏返せば、我々は眠りの瞬間を体験することがないように、生の終わりとしての死を体験することもないのであると解釈することも可能であろう。ハイデッカー的に言えば、世間的日常性に対落した人間が何かの、 きっかけに実存的覚醒にいたり、死に関わる存在として、現存在の本来性に立ち返ったとき、それまで当たり前に知っていたはずの、生の終わりとしての抽象観念に過ぎない、死が完全から消失してしまうことによって、死は存在しないという、言い表しがたい奇妙な実感に襲われることは、起き得るのである。ヘクトールの死を嘆き悲しむアンドロマ系。 ジャック・ルイ・ダビットが哲学者ジャンケレビッチは、認証による死の分類を提唱した。一認証の死、英語での認証、愛にあたる。自分の死。二認証の死、英語での認証、優にあたる。親しい者の,の死。自らの大きな人生経験として受け止められ、愛着があるために悲哀などの感情が起こる。この死に接することで、次は自分の死であると自覚させられるのだ、という。 三人称の死、英語での認証、it, he, she などにあたる。いわば無関係な人物の死。二人称の死が取り替えのきかない存在であるのに、無関係な人物の死でも置き換えられる点に特徴がある。人が死をどのように受容するかについては、近年になって、ようやく真摯に研究されるようになってきた。かつては、例えば、フランソワ・ドラロシフ公は、 新言州で死を理解する者は稀だ。多くは覚悟でなく、愚鈍となれで、これに耐える。人は死なざるを得ないから死ぬわけだ。などと述べていた。突発的事故などで襲ってくる死の場合は、人は死について考える余裕さえない。回復の見込みのない病にかかり、医師などから余命が数ヶ月と宣告されるような場合、人は自分が死なねばならない、時期に死ぬ。 という事実に向き合うことになる。死の定めをどう受け入れるか、様々な試みを行う。死を自覚した人は、一体どのように事故の死の事実と向き合い、どのようにその事実を拒否したり受け入れたりするのか。キューブラーロスは、実際に多数の死に行く人と言葉を交わし心理治療に従事した経験を総合することで、多くの人が辿る。 死の需要への過程を次のような段階的モデルで示してみせた。ただしこれは、キューブラーロスが多数の死に行く人の事例を観察して得た一つの半径であって、人が全員以上のような段階を経て死の需要に至るわけではない。いろいろな事故の死との向かい合いがあることをロス自身も認めている。いずれにせよ、人が死を受け入れて尊厳を持って死に臨めるようにするためには、 周囲の理解と協力が必要不可欠であるともされる。医療の現場では、人は病気であることの意味、生かされていることの意味、死ぬことの意味などに関して様々な疑問を抱き苦痛を感じる。このような痛みはスピリチュアルペインと呼ばれる。欧米の医療では、伝統的にこのような痛みを和らげるサービス、すなわちスピリチュアルケアを提供する仕組みが整っている。 日本の医療の場では長らく対応が遅れていたが、1990年代に入ってから徐々に進展が見られるようになった。前述のごとく、死を悲しい出来事だとする文化、宗教がある一方で、死を喜ばしい出来事だとする文化、宗教もある。死を悲しい出来事だとする文化圏、宗教では、自分と親しい人間の死が訪れた時などは、涙している。 だが、死は新たなる世界への旅立ちとしている、文化圏では笑顔で送り出す。エリザベス・キューブラーロスの書籍に以下のような表現があるという。死なんてものは、春になって重いオーバーコートがもういらなくなった時に、それを脱ぎ捨てるようなもの。肉体は不滅の事故を閉じ込めているからに過ぎない。アメリカインディアンのプエブロ族には、今日は死ぬのにもって恋の日だという言葉も伝わっている。 今日は死ぬのにもっていの日だ。生きているものすべてが私と呼吸を合わせている。すべての声が私の中で合唱している。すべての美が私の目の中で休もうとしてやってきた。あらゆる悪い考えは私から立ち去っていった。今日は死ぬのにもっていの日だ。プエブロの古老が語る言葉師のシンボルとされる人間の骸骨骸骨での 表現自然言語というのはその成り立ちからして、基本的に比喩やメタファーに満ちているものであるが、死という表現も、何かしら生命に偽せられる存在が、その比喩的な命を失うような場合にも使われる。ローマ帝国の死、星の死などである。OS の死、ブルースクリーン。ソウルの地下鉄にて現在では、機械装置などが破損した場合に、死んだなどと形容されることもある。 特にコンピュータに対しては、電源が切れた、クラッシュした、あるいはプロセスが停止したなどの状態を、比喩的に死んだと表現することがあり、その延長で、プロセスを殺すなどといった、比喩表現も使われる。生命の不可逆的な死とは異なり、これら機械の比喩的な死では破損した部品を交換するなり修理して、コンピュータの場合はクラッシュしたプログラムに関するメモリを破棄して、 記憶媒体から読み出し直すなど復旧させる方法はいくらでもある。特に技術筋にもなると異常や故障が手に負えなくなり、それを破棄して異常のないものに入れ替えする以外に対処方法がない場合に死んだと表現する。相撲の死にたい野球の死球などの表現でも用いられている。また一定の職業についていたものが 様々な諸事情によってその職務が著しく困難になった場合などはたとえ生物学的には生きてはいても、マスメディアなどでは生命が断たれる、などと表現される。また、政治家や芸能人、ジャーナリストなど、社会的に注目される職業に従事する者が、自身が運営しているブログのいわゆる炎上などによって、事実無根の様々な風評被害を受けることにより、 上記のような社会的活動を行えなくなった者なども職業人としては死んでいるもしくは殺されたようなものであるため社会学的な死とみなされる。なお死ぬとか死にそうなくらい辛いとかもうダメだとかいう意味で死を比喩として使ったり誇張表現の道具として主に弱音を吐くときに最近若者が使うネットスラングにタヒルというのもある。これは 半角で書かれた多比が死という字に似ていることが語源である。コンピュータゲームでは主にプレイヤーストック性を採用しているゲームにおいてミスをして時期が一つ減ることを死ぬと表現されることがある。芸術作品が人の目に触れぬようになったり、作者の意図した事柄が部分的にすら受け取られなくなった場合、その作品は意味をなくし死ぬとされる。古代ギリシャ、 古代ローマにおいて人間は死すべきものと呼ばれ、神々、すなわち不死なるものの永遠性との対比によって、時間的に限られたものとイメージされ、芸術家や詩人とは、この限界を乗り越え人間と神々を媒介するものと考えられた。現在でも芸術作品は不死性と結びつけられて捉えられることが多い。バルター・ベニヤミンはすでに死んでしまった芸術作品の 救済が歴史家の使命であると考えた。二十世紀後半には、クンデラや大江健三郎らが、小説の詩、文学の詩といった言葉を用いた。ありがとうございます。